皆さん、チョーカーなじらねー、釣りなじのサラです。はい、こんばんは。こんばんは。今日はね、夜の、ボートアージングに来てるんだけど、うん、ボートアージングの中でも AR って呼ばれる、アージングするんだけど、聞いたことある？わかんない。わかんないよね。俺もね、まあ、実際にこうちょっと聞いたことあるぐらいで、実際こうどういったものがね AR の定義なのか、どういったものがこう釣り方なのかっていうのは全然わかんないから、今日はね先生をお呼びしてるんだよね。はい、先生にじゃあ登場してもらおう。もったいぶってもしょうがないからね。はい、先生お願いします。はい、はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。自己紹介だけお願いします。株式会社サーティーフォンド代表しております、矢部と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。矢部さん、サーフに引き続きありがとうございます。新潟しょっちゅう来ないかになってしまう。いや本当にありがとうございます。でも本当に実際にこうちょっとね AR について、はい、本当にこう触りではね、こう YouTube とか検索してたりとか、こうアジングについて調べてると出てくるんだけど、実際にこうどういったものが定義なのかっていうのもちょっと私たち分かんなくて、教えてもらえたらなと思うんですけど、まあ、いわゆるボートアージングには2つのメソッドがあって、はいはい、でいわゆるバチコンと言われるやつね。でバチコンってどういうことかというと、ダウンショットと言われるやつ。ダウンショットわかる？下に重りがついていて、でずっとメインのラインがあって、そこに枝が出てるんです、はい、でそこに、まあ、針がつく、でワームがつく、でこういうのを、まあ、バチコンというやつ、はい、ダウンショットと言われるやつね。でこういうふうなに対して AR というのは、こういうふうなS タッチというものを使うんだけど、この S タッチが結構ミソで、こういうものなんですね。 S タッチのテロップは多分今ここら辺出てると思うんですけれども、はい、でこういうふうにしてこの間をこう誘導させるわけです。おー、なるほど。で、まあ、一番の違いはシンカーが上につくというところ。で下に一番最後にワームがつく。そうです。で AR の略はオールレンジということなんですよ。はい、オールレンジ、はい、要するに前走を釣ることができるという意味なんですね。前走を同じ条件下で釣ることができる。例えば、まあ、バチコの場合は基本的にはボトムを意識した釣りなんですよ。ボトムにシンカーをつけてその上のワームを動かすような釣り方をするんですけれども、はい、AR の場合はどこでやっても一緒なんですよ。なるほど。結局こういう状態でずっと釣るわけですから、はい、全てのレンジで一緒なんですね。でこれのミソはですね、この下の浮き止めですね。浮き止めと言いまして、これ止めが入ってるんですけど、こういう見えるかな、うん、ここに1個ゴムがついてるのね。でこれで進化が止まるわけ、こういうふうにね、はいはいはい、でそうするとミソはこっからこの針までの距離なんです。へー、これで、それとこのジグヘッドの重さ、うん、こういったものを変えることによっていろいろ変化をさせることができる。で、基本的にそのこういう風な形でシンカーがついて、この下のジグヘッドがあるんで、これがこう例えばこう上から押してくるじゃん、はい、押してきたらこれが重いから早く沈むやん、はい、でこうなるよね、はい、でその後これが止まるからこれがこう落ちるよね。なるほど。このこのホールに対してアジが反応してくる、というような釣り方であったり、はい、これをこの状態止めとくと流れがあるとこういう風になるよね、はい、でこういう風に畳み行かせることによって釣る。だからその時はこれを長く取ったりすることもある。そうそう、ずっと漂うわけや。でこのジグヘッド、今これ 0.3 グラムから 0.5 グラムを使うんだけど、はい、これ例えば0グラというで、この間使ったやつあるじゃん、はい、あれを使うとあれは浮くからふわっと漂うのが長いこと漂うわけ。潮が流れてないとかいうときずっと漂わしたいというときはそういったものを使ったりして、いろんなこう変化を作ることができる。だから釣れないときにどうやって釣るかということの可能性がすごいある。へー、楽しみだね。楽しみ、はい、でその日によってそのメソッドがちゃうんですよ。あ、そうなんですね、うん、要するにステイメソッドといってずっと止めてたら食う場合と、うん、ちょっとこう動かした方がいい場合と、でその日によって違うんです。で今日はそのどのパターンかをまず見極めて、はい、でそのパターンにはめてしまうとずっと釣れる。じゃあ今日はそのパターンもサラちゃんも触れさせてもらえるということで。もちろんそれをこうやったら釣れますよって言えるから。やった。それをちょっとやっていきましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ今から早速、はい、準備してよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、こう使っていくタックルとかってのはこう AR するにあたってどんなものが必要になりますか？はい、
一応ですねロッドと、まあ、リールこれはもうどれでも必要なんですけれども、はい、一応2種類あるわけですね、はい、でロッドはこういう風な形で、まあ、これスピニングタイプと言います、はい、でこちらがまあベイトタイプですね。これまだちょっと今開発中のロッドなんですけれども、まあ、こういう風なベイトタイプと両方あるわけですね、はい、でこれをまあどういうわけで使い分けるということはないんです。どちらでも釣れるんです。でベイトタイプの方がパワーがあるんで、はい、まあ、ちょっと深いとことか、はい、そういったところでも対応できる、はい、対応しやすいということですね。でこのスピニングタイプというのは結構身が気軽にこう手軽にできる。別にこれだと結構サミングしたりなんかして、はい、バックラッシュしないように調整したりをしなきゃいけないんだけど、はい、これ何も考えんでいいんです。何も考えずにそのままベールを起こすだけで落とすことができる、はい、いうような形で、まあ、最初に入られるのはこっち側のスピニングタイプの方が入りやすいかなと思います。これガイドポストシリーズなんで、はい、割とこうリーズナブルな価格にしてあります。それで結構いいんですね。調子自体はもう全然変わらなく釣れるんで。多分今ここにこうスピニングの、あ、はいはい、タックルの説明が出てると思います、はい、これを使っていただければいいかなというふうに思いますね、はい。で、まあ、あとはもうさっき言いましたその S タッチというやつですね、はい、こういうやつですね。こういうのが挟まったここにも上の方にずらしてるんですけど、はい、こういう風な浮き止めがついたものですね、はい、それにこれが入ったものを入れていただいて、でシンカーですけども、今これタングステンのシンカー使ってるんですけど、はい、別にナス型重りの7号とか8号で十分ですね。ナス型の場合はまあ8号10号あればいけるかなという感じなので、それで十分ですね。でこれをつけていただいて、あとジグヘッドですね、はい、ジグヘッド、ストリームヘッドの 0.3 から 0.5 グラムぐらいが基準。今僕 0.5 グラムつけてますけど、はい、これを基準です、はい。であとはワームですけれども、まあ、今日はあのパフネークのウーパールーパー、これ僕あの日本全国いろんなところでやるんですけど、結構いろんなところで釣れるんですよ、新潟でも多分釣れるんで、はい、これはちょっと主にやってみたいなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにこう陸のアジングしてる時とかはエステルが主じゃないですか、はい、こうボートアジングの時はやっぱり今 PE とかになりますかね。まあ、あのサーパスという PE があるんですけど、今 0.255 を使ってます、はい、で細ければ細いほど有利なんですね。やっぱり粘性抵抗が少なくなるんで、はいはい、やっぱり当たりも明確に出るんですけれども、まあ、あのタイとかそういうものも来るんで、タイの 7,80 センチ来たらちょっと心配なんで、今 0.255 という細いライン、はい、これでタイでも大丈夫なんで、これを使ってます。で、あとリーダーがこういう風な形でつくわけですけど、はい、このリーダーがだいたい、まあ、今はジョイントラインの 1.75 を使ってます、はい、これであのほとんどの魚は多分新潟で釣れる魚はほとんどいけると思います。エソとかあの歯のある魚の場合はどうしても別の理由で切られますので、それは無理ですけど、それ以外はこれでいけます。こんな感じですね、もう本当に簡単な感じです、はい、このままちょっとやっていただければすぐに釣れると。はい、あと落とすだけです。落とすだけ、はい。まあ、釣り方の説明は今からしますので、はい、よろしくお願いします。でそこにつくの、そこが基準になるんですよ、はい、でそこについてしまえば、はい、あとラインがたるむんですけども、はい、ここもちょっと大事なのはカウントしてほしいんです。カウント、はい、落とすカウントってことですか。そうです、30メートルの水深です、はい、でそこにだいたい30カウントで落ちれば、はい、1メートル1カウント、そうすると例えば上から10カウント、10メーターに魚が浮きましたよって言ったら10カウントでいいわけですよ、ね、なるほど。だからそれを常にやることと、あの船は片アンカーで止めてるんで、はい、風が吹いたり風が止んだりすることでこう動くんですよ。なるほど、ね、一点とこ止まってくれないんですよ、はい、両アンカーじゃないから、はい、そうすると起伏が出てくるんで、はい、すごい。なんかしゃくってたりとかじゃないんですね。本当にステイで、すごい。今見てなかったから手に飛んできたんですよね、だからすごい。要はあの魚のいるところに見せるのは一緒なんですよ。上っ端、他っ端も、はい、ボートアジングも一緒なんです。めっちゃドラグの音してる。大きそう、楽しそう。だから今は下から二巻、はい、ボトムから二巻上げてもらったんですけど、でかっ。いいサイズ。こういうのが初っ端からもう尺みたいな、まあ、もうこういうのがアベレージですから、まあこういうのが釣れるんですけども、サラすごい、でかっ。ルパルパよう釣れるでしょ。もう釣れた。何もせんでも釣れる。だから要はそこの部分なんですね、はい、その魚がいるところにこれがあれさえすれば、見せてやるということが大事ですね。なるほど。で今日はもう本当にそこに今ステイさせたわけじゃないですか、はい、ステイで多分ステイパターンで釣れるわけです、はい、じゃあ何もこうしゃくりとかがなくて、巻かなくても何もせんでも、
だから魚のいるところにこれをアジャストさせたきゃ釣れる、はい、釣れるうちにね私も1匹釣れるうちって絶対釣れるよ、ね、サバが来たら知らんからじゃあ一旦ねちょっとうちも準備して横にこう矢部さんにね見てもらいながら始めましょう、はい、はいお願いします。はい、さらちゃん準備できた。準備できた。まあできたっていうかね、全部矢部さんにしてもらったんだけど、でさっきだとこう落とす時にもねカウント取ってなんて言ったけど、実はねうちのタックルね平場兼用してたからカウンターがついてたっていうね。よかったね。ありがたいことでした。すぐさらちゃんね2つやってると違うこと1個飛んじゃうからね。分かんなくなっちゃうから。じゃあ早速落としてこっか、はい。じゃあ落としていきまーす。はい。よっしゃい。緊張しちゃうな。なんで？みんなに囲まれて緊張します。いい釣れるかな。釣れるよ心強い。まずはね、じゃあ着底させて。そうだね。着底わかるんだ。着底わかります。ほんとかよついた。あ、ついてない。やっぱラインが太いからかなり出る。ついた。そしたら蓋巻きぐらい巻き、はい、こう当たりはどこで本当に竿先に動く、はい、竿が動けば全て当たりだと思えばいい。そしたらグッと合わせたらいいってことですか。なるほど。で、アジがこう回ってくる周期っていうのがあってね、船の周りをこうずっと回るわけですよ、はい、でその回ってくる周期を勘定してるんですよ、だから例えば下から2巻き入れるよね、はい、でそこも勘定するわけ。カウントするのね。で20カウントで当たりがありましたというとは次20カウント待てます。で20カウントして当たりがなければまた2巻き上げてまた20カウント待ってくる。だから周期だから、ずっと回ってくる周期。こうぐるぐる。そうそうそう、だからそれを食うまでの間をカウントするわけね。なるほど。でそうやって2巻きずつ上げていくわけ、上に。まあ、僕らは60センチだから1メーター20ぐらいずつ上げていくわけ。どこで食うかが分かるから。なるほど。で今こう喋ってる間にも20カウントぐらい待ったから2巻きぐらい巻く。当たってる。あ、ま、合わさなきゃああやって竿が動いたのは全部当たりだから。なるほど。これも、いや今その前は当たってたよ。その前は当たってましたね。だからちょっと僕は持ってないから潮の感じが、ラインが太いんでどういう風に潮が当たってるかわからないんですよ。なるほど。重いって感じです。君は右ハンドルなのか。右ハンドルです。右ハンドルです。じゃあこっちの仕掛けで、こっちの方がいいかな。ラインが太すぎてもう全然抵抗が違うから、はい、多分当たりの出方も全部変わる。なるほど。ちょっとこんだけ斜めなんですよ。斜めになりますね。ラインが太いから上の水の抵抗もろに受けてる。ああ、なるほど。そういうことなんですか。ちょっと上げて、はい、これでしょ。はい。これを僕の場合、これ今8号と同じ重さなんですね。で、これ着底したのね。はい。こうやって待ってるでしょ。さっきもなんで釣れたかわからんからね。こうやって待ってるだけで食うたわけだから、あ、だから今日のメソッドがまあそれで食うんだろうなとは思うんだけど、はい、ありさえすれば食うんだろうなっていう感じなんだけど、で今こうやってやってる間もずっと勘定してるわけね、カウントをね、はい、である程度まで来てここにありますよってこう目立たせるだけこうやってアピールするんですね。そうそうそう、あるよって言って目立たせて、でちょっとまた待つわけね。で今当たったのね。え、全然当たりわかんなかった。手に来たの。あ、ああやって動かして目立たしてここにありますよって言ってると、はい、当たりがこう、すごい、これ味ごとですから、はい、いわゆるあの普通のあのイリクガメタルの竿なんかと全然感度が違うんで、強さを全部手にくるんですよ。はいはいはい。だから手で当たり取れるんで、よそ見してても釣れるんです。反応が素早いね。今結構こう竿先にピント当てたんですけど、毎日やってるからね。毎日やってるからこうなるよね。でかーでかいね、これね、37、8くらいね。よいしょ。でかー、すごい。羨ましい。すごい、ウーパールーパーすごいね。すごいでしょ。すごでかー。本当にね、日本全国どこでも釣れる。本当にただ着底して待ってただけでしたね。AR すごい。すごいね。やった、おめでとうございます。じゃあちょっとサラちゃん頑張ろうか、はい、頑張ります。まあ、それだってラインを今組むから、はい、これ、はい、今ラインで組むから、はい。
サクルを組んでいただきました。行きます。はい、そうだね、こうもう落ちてるさ竿先がさこう船の内側に入っていかないっていうかさ、ラインが全然動いてないね。うん、これついた。ついた、つきました。蓋巻きして待って。はい、でしばらく待って動かなければこれで軽く動かして。あこの前に当たってたよね。あ、いなくなっちゃった。そう、もう一回落として、はい、この前に当たってたよね、確かに。ただ当たりがわからない。だって竿が動いたら全部合わせてくれたらいいのに、竿動いてるのに知らん顔してるもん。鈍いんですよね。鈍いんじゃなくて分かってないんでしょ。つきました。着点も分かってない。ほら、釣れてるじゃん。あ、来た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 。やった、釣れた釣れた。めっちゃ重い。外れちゃったかも。ほら外れたよ。向こう合わせでかかってるから外れる、こっちからかけなきゃいけないんだから、これ一回回収しますか。回収して、はい。サラちゃん、やだ、だってあなた釣ってないもん、なあ釣れたんやから、それは嫌やから逃げるよ。もう一回だ、もう一回ウケる。コントみたいになっちゃった。いやいいな、普段みんなサラチヤホヤされてるからな。ちゃんと厳しく教えてもらえ、はい、スパルタで。でこれで点検しなきゃいけないのがワームがずれてるかどうかということやな、はい、なるほど。これはこれでもやったやん、今ずれてないでしょ。はい、だから全然問題ないよね。問題ない、はい、このまま、またこのまま落として大丈夫、はい、だから上げなくてもよかったといえばよかったんだけど。あ、なるほど。でもこういうことが大事なの。わかりました、確認は大事ですね、はい、これは大事。気を取り直して返しますよ。はい、気を取り直してかなんかようわからなくて。全部手に感じるからね、あたり、はい、で、ツンとかコンとか食ったらもうそれ合わせたらいいです。わかりました。竿先見てなくても全部竿に感じる。あ、釣れてる。そう、今戻ってきたでしょ、竿先が。あれも当たりました。え、釣れてる。だからちょうど合わせたじゃん。今合わせてたね。合わせる。だから変化があったら全部合わせる。このままずっと巻いてくれ、巻いて、ずっと一定の力で巻いてくれ。わかりました。このまま。どんだけ引っ張られても巻いてるんですか。ドラが出るから。ゆっくり巻いてくれ。わかりました。その前にドラで調整してやるから、大きいやつやとドラが出てくれる。へえ、めっちゃ楽しい。ああ、よかったね。ようやく釣れる。と思う。あれの繰り返しだから。おお。だから当たりはいろいろある。こうやって竿先を戻ったり、引っ込んだり、ね、ふわふわ揺れたり、いろんなやつで当たりがあるから、おかしいなと思ったら全部合わせればいい。なるほど。そうなってるうちに自分の中でこれが当たりだっていうのが分かるから。なるほど。合わせる意味分かった。分かった。みんなを困らせたけど。あれだけでいいんだよ、あれだけで。そんなに大きく合わせる必要もない。思ってたより簡単だった。ずっとやってる。で、こっち。こっち、こっち。あー、めっちゃ。でもね、うん、釣れたから。釣れ…やべさん、これは釣れたに入りますか。まあまあ、釣ったからね。ちゃんと合わせたからね。合わせたから。あ、オッケー。で、サモを今度から入れるよ。あ、わかりじゃあタモで構えてるから。サラすごいことだよ本当に。いや本当に。いや落とさないと釣れないから、はい。じゃあ落とします。はい。でもどう、当たり分かった。いや分かった。分かったし、うん、合わせ。今のはね、合わせてバレたのは、はい、上げる時のあれでバレただけだから。なるほど。緩んじゃったから一回。釣るとこまでは OK でしたか。OK ね。かけ、あれは普通バレないんだよ。なるほど。ちょっとあのタイミングでかけてるとバレないから。手こずっちゃって。バレちゃいました。取り込みの問題だからね。それはもう慣れだから。はい。もうそのうち何個でも釣れるようになるよ。痛い。そろそろ釣りたいですね。サラちゃんが5回ぐらい。ミスってるからね。はい、やばい。これ円魔帳つけてるから、ね、やばい。円魔帳やばい。これサラちゃんが釣ったらエンディングになっちゃうよ、尺的に。いや、そうだよね。これ大変だよ。
せめてね、矢部さんの解説込みでもう一回釣ってほしいな、矢部さんに矢部さん、サラちゃんが大苦戦してます。当たりが分かってないんですかね。そうそう、当たりが出てないんですよ。ラインがたるんでるんで、はい、常にこう船の振幅に合わそうとしてないから、はい、当たりが出てないんですよ。だからどうしても水中でたるんでるんです。はいはいはい、ラインはまっすぐ張ってるようなんだけど、はい、水の中ではたるんでるんです。その状態が起こってるんで、はい、今当たりが出ないんですね。サラちゃん、はい、もう一回一から教えてくれるって。優しい。高い。頑張って働きます。どこで？どこで働くのよ。うちが頑張れることはいい動画を作ろう。そう、頑張ろう。まあそれぐらいしかないですね。こうでしょ？でこの状態から。こう今待ってるわけね、ふた巻きでね。はい。で、まあ、こうやって時々こうやって動かしていって、ここにありますよってアピールするわけね。で、今ずっと感じしてるね。今もこうふわふわなってるでしょ。はい。でも僕のはあなたみたいにこうならないでしょ。ならないです。同じことやって、今こう船が動いてるから着底してるの、これ。だからここからまたふた巻きで着底で今戻ってるわけね。はい。でこうやって船がこうやって動いてるのに対して竿先をこう常にこうやってるから止まってるし、竿先、うん、そうですね。え、君の場合こうやって引っ込まれたりしてるやん。そうですね。それをしないようにしたいけ。なるほど。でこうやってると常にこう当たりというのは出やすくなるわけ。これをこう意識してやらなきゃいけない。なるほど。船がこうやって揺れてるわけだから、はい、この時にこうやって何もせんかったらこうやってこれ引っ込まれたりするわけ、こうやってほら、うんうんうん、そうなると当たりが出ないから。だから私わからないんですかね。そうだから常にこう一定の重さを立つように、ここを船竿先を動かさないように船に対して体を動かす。はい。そしたらずっと一定の場所にあるから当たり全部変化わかるって。わかりますね。で船が若干動いてるからちょっと連中変わってるかもわかんないから、もう二巻きね。やっぱクラゲ切られたな。今なんかついてたんですよ、ここに。ずっと気にしてましたもんね。これでも今の当たり分かった。分かった。分かりました。切れちゃダメじゃん。これ何がついてるな。なんかクラゲがこうちゃう。こいつのせいで切れた。切れちゃった、ね、でも今当たりすごく分かったよね。すごい分かった。だから要はそういう風に保てるか保てないかなんだよ。分かります。ちゃんと一定に。そう、はい、それは大事なのね。そうやないと当たりと分からないから。はい。じゃあ今の教えをちょっとトレーニングを借りてやってください。はい、おさらいして。はい、やります。よし、じゃあサラちゃんね、はい、トレーニングをお借りしました。お借りしたからね、矢部さんの反対側で、今教えてもらったことをねもう一回本当におさらいしながら、うん、ちょっと一匹アジ釣ってエンディング迎えよう。そうしよう。いいよ、どうぞ。はい。一匹でアジエンディング言うたらめっちゃ難しいみたいな感じが。そうか。いや全部釣れてればもう7、8匹釣れてます。そうだよね。そう、ミスが重なってしまって。ミスが重なってしまって鈍いせいですんで。誰に弁解してんの。見てる人。視聴者さんにね。難しいんじゃないんだよっていう、私の問題ですっていう。まあ、ちなみにね、サラちゃん以外めっちゃ釣れてるよ。いや、わかる。だからさ、余計に焦るの。お、来た。今のはいいよ、サラ。マジかな。それはわからん。今
の当たり分かった。分かった？連れてくれ。いや連れてるよ。いや連れてるけど。頑張れ。あんたかな。味がいいな。こちら。やったー。釣れた。矢部さん釣れました。よかったな。やっぱり着底だけなんやて。なるほど。しかもバカデカ。ほら、ここでいい、うん、それでいいよ。矢部さんの隣行って、はい、はいはい。やったサラ。やっと釣れた。泣きそうだった。なんで着底ができるだけの話で着底が分かれば簡単なんやから。いやよかった、釣れました。たらほら撮影会になってる。おめでとう。ありがとう。いやでも本当にやっと着底のね取り方を教えてもらって、そこ取れたらもう一撃だったじゃん、うん、そんなに難しくなかったでしょ。難しくなかった。ずっとおいとふけが、うん、出続けてるのに気づいてなかった。今日はね、上の塩と中間の塩がもう全然違くて、そうなんだ。そうだからそこについてしまえばもうこんないいサイズがさ、楽勝だよこれ。いやすごい。だってでも余裕で尺、どっちも余裕で尺超え。嬉しい、うん、5近いね、5ぐらいあるね。35。やったすごいじゃん、ね、やったー。やったサラおめでとう。ありがとう。よし行きましょう。はい、じゃあね、もうそろそろ終盤戦なんでね、はい、サラちゃんもね、なんかあの後すげえコツつかんだみたいでさ、そう、うん、ずっとね自分だけそこ取れなくて、うん、苦しんでたんだけど、うん、途端に、うん、釣れるようになったの。めっちゃそれがね嬉しい。あ、だからね、あとはまず今度は、お、もう来たの。え、早っ。すごいね。え、ダブルヒット。めっちゃ楽しいよ。簡単に釣れるでしょ、覚えてから。あ、大丈夫かな。うん、大丈夫だよ。お、サロ、ほら、船の下入っちゃうよ。やりとりまで上手になって。よし。あ、外れちゃった。し、サバでした。しかも、切れちゃった。あら、残念だけど。エンディング撮ろっか。ダブルヒットが良かったけど ね、まあでもかかってたのは取れてるからよかった。よいしょ。じゃあ、まあ、こういうエンディングですね。はい。まあでも釣れてたしね。そう、うん、釣れてた。今日コツつかんでからたくさん釣れたので。そう、よかったね、うん、めっちゃ楽しかったです。でも本当こんなサイズが簡単に釣れる、ね、うん、まだね実際こう2時間半とかぐらいしか釣りしてないんだけど、まあサラちゃんを除くみんな平均3、40匹もっと釣れてるかな、うん、コンスタントにパンパン釣れるような。要するに落とせば釣れるからね。はい、いや落とせるか落とせないかだけど、はい、今日また一つちょっと成長できたと思うので、はい、できたね、はい、また行きたいね。そうだね、うん、出れればね釣れるから、はい、簡単ですから、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、今回のこの AR、興味持ったぞって、楽しそうだな、自分たちも行きたいなって思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。矢部さんも、はい、ありがとうございました。ではまた次回の動画で、バイバーイ。バイバーイ。ずれた。